いいと思う。ゆっくりでしたね。はい、でも楽しみし、ご飯、おやつの時間です。あります、いただきました、ありがとうございます。どら焼きです、どら焼きでございます。もん中の、あれ聞いたことあるな、あ、そういえば聞いたことあるな、あ、2種類ある、やった、ありがとうございます。ハム太郎さんからいただきました、ありがとうございます。あ、聞いたことあるわ、そういえばどら焼き一時期研究してたんですよ、聞いたことあるわ、ありがとうございます。手焼きのですよね、かわいいね、やっぱね、かわいい、これ白あん、やっぱこういうとこなんですよね、日本全国名店品取扱い江戸以来10組問屋と24組問屋と日屋ドラヤマです、ドラヤマ、ありがとうございます。こういうことなんだよね、こういうの本当だ、うわ、ふわふわだ、ふわふわです、ふわふわです。なんかこの感じ、なんかしたん、何でこの感じ、懐かしい感じがしたんだろう、これなんだ、これ何の感じだ、これん、なんかすげえ懐かしい感じだと思った瞬間、このピロピロピロのこの紙フィルムと、これ何の感じだ、これカステ、香りはもう完全にカステラです。ん、これ何で懐かしいと思ったんだ今、んこれ何でな、いや、ちくしょ、悔しい、気持ち悪い、なんだろう、めちゃめちゃいい香りです。ちょっとうわうわ、しっとりだな、あー生地がね、あーそうですか、うん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 、はい、生で焼いておるからそうですね、はいはい、あーほら、こんな、白あん、白あんです、いただきます。ちょっと手洗いますか、あーいいね、指かじっちゃった、あんまり美味しいもんで指かじっちゃいました、あーいいね、これなんだろう、何で懐かしくて分かんない、いただきます。物で中そうなんですけど、浅草でも売ってるらしいんですよ。美味しい。美味しいは美味しいんですよ。ただもう引っかかっちゃったら何なの。分かんねえわ。何に懐かしいと思ったんだろう。この触った感じなんですよ、これだけじゃない、こっちも合わせて、うん、すごい美味しい、なんだろうな、かわいいよね、あんバター、いや、白あんも美味しいな、うん、こっちの方が太いな、こっちの方が太いです、ちゃんとありがとう、うわー、バター来た、バター来た、すげえ美味しいよ、ハム太郎さん、すげえ美味しいよ、これなんだろうな、これわかんねえな、この持った感じがすげえ懐かしいんですよ、これこの触り心地が、どっちが上でどっちが下か分かりませんけど、あ、バターが下でしたね、こうです、ね、こうです、あーいいね、あーいいですね、ほら、いやーね、
これはかじりつく方がいいんだけどね、本当はかじりつこう。おいしい。あ、いいね、バターの感じ。バターの感じ、いいバターだこれ。牛乳感がすごい。ミルク感、牛乳感というか、牛乳感じゃない、ミルク感だ。これはいいな。これ美味しい。ミルク感よりのバター感。バターなんだから当たり前なんだけど、バター感のまま中に収まってないですね。ちょっとミルク感に飛び出ていってる。この感じはする。ドラえもんいいね。しかしなんだろうな、この感じ。いや、皆さん答え出してください。ドラえもん食べたことある方、この感じ教えてほしい。なんかこれ、僕が何にそれを感じてるか、この郷愁のね、なんだこの感じ、何なんだろうな、分かんないんだよ。これだけじゃないですよ。これだけでもあるけど、なんだろうな、悔しいけれど惚れたのはどうやら私の方だったみたいに。解けてみせるのもこれで最後ね。愛を知って愛が終わり、別れは涙で飾る。我々は幼い人でしょう。だから私の高い声のこれのいつも巡り巡ってくれたしよ。いつまでたっても恋のようはあなたも胸には刺さらない。甘いものは元気が出る。甘いもの、興奮しました。元気が出る、ハム太郎さんからいただきました。どら焼きどら山、門前仲町のどら焼き、浅草でも買えるそうです。今日僕いただいたのは白あんとバターでした。あんバターでした。今日もとても美味しかったです。ごちそうでした。頑張っちゃうと。